どうも、風紀丸岩下天狗です。お願いします。さて、今回は8月末に閉園したばかりの豊島園さんにやってきました。閉園から約2ヶ月経っているんですけれども、ハリポタの施設ができるのかできないのかなんていう噂がありましたが、ハリポタ感は感じることができるんでしょうか。ちょっと探してみたいと思います。いや、まあ2ヶ月経つんでね、もうそろそろ何かしらハリポタ感があってもいいんじゃないかなというのは感じてるんですけど、例えばなんか先走って盛り上げちゃってるとか、そういうのも今のところ見れてないと、どうしたもんかなという感じなんですけど、あ、お、これは事業計画のご案内、開発事業の名称スタジオツアー計画。やっぱりハリポタになるのかな。ハリポタというワードはなかったですね。今あの工事のね時に貼り出される、こんな工事やってますよの看板、スタジオツアー計画、仮の名前でと書いてありました。まだはっきり決まってないのかな。ステューピファイ、早く魔法使いたいな。このね、壁の白いやつ何回も見かけたんすけど、何ですかね。ハリポッターの暗号かな。いや考えすぎか。ということで周辺を歩いてみたんですけど、閉園後2ヶ月経った今現在特に動きはなかったですね。解体工事が始まるらしいんですが、そのやってるような感じ、工事の音とかもないですし、動いてんのかなちょっとわからない。でまあやっぱり僕は街中でウェルカムハリポタみたいなそんな盛り上がりを実は期待しているので、またちょこちょこと顔を出して、どこがいち早くハリポタ感出すのかみたいなところにも注目していきたいなと思ってます。猫ちゃんがいたです。逃げていくです。いい感じのストリートです。こちらもいい感じの喫茶店です。休憩したいですね。